比較神戸方式とは、核兵器の港への持ち込みに対する地方公共団体の対応方針のこと。比較三原則の自治体版とも表現される。神戸市は、神戸港に寄港する外国軍の艦船に、核兵器を搭載していないことを証明する、比較証明書の提出を義務付けている。1975年3月18日に、神戸市の議会である、神戸市会が、 各兵器積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議を可決して以降を行われている。採択後、フランス軍やイタリア軍、インド軍などの艦船が証明書を提出して神戸港に入港しているが、アメリカ海軍は神戸港のこの方式を批判して近隣の姫路港には寄港するものの神戸港には寄港の意思すら示すこともなかった。運用面において、 神戸港に寄港する外国軍の艦船に書類提出を義務付けているのは神戸市港湾施設条例の規定に基づいているが、比較証明書提出などの比較神戸方式自体は市議会決議に止まり条例で明記されたものではない。また比較神戸方式の運用も行政指導として機能しているのみで文書に従い行政職員などが立ち入り調査をする権限はない。 神戸港の他にも函館港、高知港、鹿児島港などで条例化を目指して検討されている。第二次世界大戦での日本の敗戦の後、神戸港は連合国軍の占領下に置かれたが、1951年には解除されている。しかし、新港第六特定は、朝鮮戦争やベトナム戦争におけるアメリカ軍専用の修理補給基地として接収されたままになっていた。 ベトナム戦争のクリスマス休戦期間には、三宮や元町の繁華街に、アメリカ軍兵士が溢れて、一般市民とのトラブルを絶えず起こしていた。やがて、米兵のいない、静かなクリスマスをといったスローガンを掲げた、クリスマス闘争と呼ばれる、市民運動や、新興第六特定返還を求める、公安労働者の運動が頻発するようになる。戦争の終結後、 アメリカ軍がベトナムから撤収した翌年の1974年には神戸港からも完全撤収するに至る。そして翌1975年に神戸市会では港の平和利用を担保することを比較三原則に則り各兵器積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議を全会派一致で採択し入港する外国軍の艦船に 比較証明書の提出を義務付けた。この政策を導入した当時の市長、宮崎達夫は、イデオロギーと関係なく、実務的に行った、比較三原則の存在を前提に、それを現実化する手続きを作っただけと述べているが、その一方で証明書を出さない感染は、入校を拒否するし、それでも入校するなら審議の問題として抗議すると、述べたことも指摘されている。 1995年に発生した阪神、淡路大震災の際、米軍艦艇を神戸港に派遣して救援活動を行う案がアメリカから打診されていたが、神戸市は条例を理由に難色を示し、実現に至らなかった。ありがとうございます。